本番始まってるよ。いくよ。今週も始まりました。フッヒー&つばさ。イエーイ。イエーイ。いやいや、最近どうすか、フッヒーさん。いやー、参るよ。どうしたんすか。いや、最近の暑さが本当にひどくて。あー、そうですね。この前だって6月っていうのに猛暑日記録しましたからね。そうだよね。これからどうなるんだろうね。確かにこの夏が思いやられますね。まあこんな話をしててもしょうがないしょうがないんで、じゃあこの辺で早速コーナーを行きたいとは思いますが、もうちょっと話したいんですけど、フキさんと僕ちょっとフキさん見ててすごい謎なんですけど、はあ、フキさんのまあ趣味って何かあるんですか。趣味いや、はい、無趣味ですか。そうですか。ちなみに僕の趣味は野球なんですよ。はあ、そうなんですか。はい、ちょ反応してくださいよ。ごめんでもそろそろお便りの、あ、そうですか、すいません。じゃあ、うん、フヒトの恋愛相談コーナー。イエーイ。イエイじゃあ早速ですね、恋愛マスターのフヒトさんに皆さんからもらったお便りを紹介してもらいたいと思います。はい、ラジオネーム、どうしましたか。お便りの紹介はキャサリンがやらせていただきますよっ。キャサリン。ラジオネームちーさんより、私は3次元かっこ芸能人を除く男性を好きになったことがありません、うん、どうすれば3次元にも目を向けられますか。ちなみに好きな芸能人は V6 の岡田くん、小栗旬。岡田くんは顔が好きで、小栗旬くんは顔と雰囲気が好きだそうです。お、あとね、俳優が大沢たかおさん、顔と仕草とあと可愛いらしいです。おい。はい、どうぞ。どう思います。大沢たかおさん、結構渋いとこ来ますね。来ますね。うん、どうですか、うん、恋愛マスターのフヒトさんは。芸能人と付き合えばいいんじゃないですか。それって簡単にできるんですか。できないですよね。ごめんなさい。なかなか3次元の人と2次元の人違いますから。そうですよね。はい、すいません。ね、ちょっと難しいですよね。私が主に大沢たかおさんぐらいやったおると思うんですよ。だからおっさん重視で探していったらいいと思います。小栗旬とか難しいけどね。たかおさんならおるやろ。おるよ。それ失礼でしょ、たかおさんに。でもおる。私は見たことがあるからきっとあなたも見れるはず。お、次行きましょう。次のお便り、はい、ラジオネーム、新しい人に出会って忘れたい人より。え何があったんでしょうね、この人、うん、はい、つい先日彼と別れました。 あらまあ、あら、
あんなに幸せだったのに突然別れを告げられました。お好きだったよ、ありがとう、俺の代わりに大切な人を見つけてください、幸せだったよ。え意味わかんないですね。えこういう男はあかんと思います。何か事情があったのかと思いますが、私は、うん、ん未練タラタラです。ああ抱きしめて耳元で愛してるって言ったくせに、ああ可愛くてしょうがないって言ったくせに、笑ってたくら笑ってくれてたくせに、ひどいね。ひどい。何があったんやろね。うん、彼氏さんの方にも何かあったんかな。どうマスター。いやまあ僕もそう思うっすけど、私にも何か事情があるんじゃないですかね。あの同じこと言ってます。すいません。だこの人本当にマスターじゃない。マスターこれちょっと 人違いちゃう。すいません。いやマスターなんですよ。マスターすぎて答えられないっていう逆の逆にみたいな。いやもう知りすぎて言葉が出ないってやつですか。はい。どうです。そうです。そうです。じゃあうんまあ答え出てない。もう答え出てるんですよ。ラジオネームに。ラジオネームに呼んでください。あそうやな、ラジオネームやな。新しい人に出会って忘れたい、これが答えですね。はい、そうしてください。答えやな。はい、合わせたる私が新しい人に。お次いきます。はい、ラジオネーム友達より。少女漫画みたいな恋をするにはどうしたらいいですか。来たね。うわすごい。少女漫画みたいなって、うん、こんな感じですか。再現しましょう。おうどうぞ。近くなんでお母さん起こしてくれなかったの。行ってきます。もう絶対間に合わないよ。ごめんなさい。怪我はないですか。大丈夫ですか。はい。すいません。すいません。じゃあ急いでいるので。あ、はい。はい、みんな席ついて。今日から新しくこの学校に来た転入生を紹介したいと思います。はい、入ってきて。コウモリ翼ちゃんです。あのよろしくお願いします。じゃあみんな仲良くしてやってくれよ。それじゃあまずそこの席に座ろうか。あえ、君たち知り合いなのか。いつ出会ったの。朝でしょ。って、こんなベタなことないよ。ということで、少女漫画みたいな恋は少女漫画の中だけで味わってください。はい、そういうことです。さあ、じゃあ次のお便りです。はい、次のお便りをご紹介します。ラジオネーム、読めない、匿名希望さんより。はい。船戸源くんの恥ずかしい恋バナが聞きたいです。あら、わお。あのじゃあ源さん、あの実はこのスタジオに来てくれているんです。すごいでしょ。みんなで呼びましょう。ゲンさん、ゲンさん。いやどうもどうも、こんにちは。
何でも話しますよ。恥ずかしい恋バナって言ってもね、別にそんなないんですけど、うん、今悩みとかあるんですか？そうですね、まあ、僕最近リア充になりまして。あらなったんですけど、はい、ちょっとね、はい、僕いろんな事情があってね、ピュアなんですよ。ピュアになってしまったんですよ。え、何があったかって聞けるんですかね。いや、それは言わないですけど。あ、そうですか。いや、巻きなもんでね。そうですね。まあ、悩みというのはどうしたら野獣になれるか、恋愛マスターのフヒトさんにぜひ一言言っていただきたいと思っております。おっ、野獣野獣、まあ本能のまま言ってくださいよはい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました、まあ、お便りも全て読み尽くしたところで、そうですね、あの今日のラジオすごい楽しかったんですけど、最後はフヒト君に今回一句で締めてもらおうと思ってます。ではお願いします。疲れたな、やっぱりラジオ向いてない。ありがとうございました。それではまた来週。ありがとうございました。ありがとうございました。